生駒製菓本舗は、奈良県生駒市でラムネ菓子を製造、販売する企業。現在の代表者である、平口治の父親、平口和夫が戦後に創業した。主にラムネ菓子のキャラクター商品作りを受け負ってきたが、1990年代に、入り直販専用商品である、レインボーラムネを製造するようになった。1990年代に入り、 日本でサッカーブームが沸き起こると、サッカーボールをイメージした直径 20mm の丸型のラムネを1年がかりで製造した。スポーツニュース番組でゴールしたサッカーボールの軌道を虹色に編集し、レインボーゴールと呼んだのをヒントに、これをレインボーラムネと名付けた。レインボーラムネは当初あまり売れなかったものの、SNS サイトミクシーを中心に話題となり、 人気商品に変わっていった。しかし、1日に製造できる限界の量が400袋のため抽選による販売を行っている。以前は、年2回イベントホールで、先着2500人の予約販売会を開いていたが、朝7時には、イベントホールの600台の駐車場は満車となり、周辺も大渋滞になったことから2013年9月からは、年2回のハガキでの抽選になった。 2014年3月には約3500人分に対し約14万1400件の応募があった。ある販売店では1日に80袋しか入荷できず、3日前に告知するが週末には兵庫県、岡山県からも来客があり150人以上が並ぶという。生駒製菓本舗のある生駒市では、 ふるさと納税の寄付額が落ち込んでおり、2013年度は372万円だった。2014年度からこのレインボーラムネを、ふるさと納税の特典に加えたところ、寄付者のほとんどは、約10種類ある返礼品の中から、レインボーラムネを希望し、2014年度は1757件、約1800万円の納税があった。2018年には、 ユーハミカクとの共同開発商品としてサイズを小さくしたレインボーラムネミニとレインボーラムネミニソーダ味が同社より販売されている。ありがとうございます。